一輪車の世界大会で3位の石川さん、酒田市長に表敬訪問。なんか世界大会ならでは の, その雰囲気というか、そういうのがやっぱ特に印象が良かったです。緊張感がすごすぎて、世界のトップ選手が大勢いたのもあって緊張はしたんですけど、まあ本番し楽しんで演技できたのが何より良かったです。優勝はもちろん目指してはいるんですけど、今回落車3回もしてしまって、そのミスがなかったらいけてたのか。パープル T シャツ欲しいって言われて、持ってきたのも足りなくなって、で今度海外に送らなくちゃいけない。